お、なんだい、メイドの嬢ちゃん。こう言っちゃなんだが、この兄ちゃんは無理と無茶で周りを振り回す性格だぜ。悪いことは言わねえ。早めに別の主人を見つけた方がいいぞ。親身になったアドバイスをするなよ。なんか心が穴だらけになるだろう。ご忠告ありがとうございます。ですがレムがスバル君から離れるなんて絶対にありませんから。罪作りな兄ちゃんだな。俺が判事ならこの罪で死罪だぞ。反感びいきも甚だしい。先ほどのご店主様のお話だと、こちらの果物を売り切る時間がなくなるからスバル君に協力できないんですよね。でしたらお店の営業をお手伝いします。その間スバル君のお願いを聞いていただけないでしょうか。嬢ちゃんが？はい、どうでしょうか。私からもお願い、店主さん。すごく大事なことなの。私もお手伝いできるなら頑張るから。レム、エミリアと。やれやれ、見くびられたもんだぜ。お嬢ちゃんたちの気概は買うさ。だがな、商売をなめてもらっちゃ困る。商業街のこの通りに店を構えて数年、何年もかかってようやく定着した店でも未だに売り上げは安定しねえんだ。商売ってのは一朝一夕じゃねえ。それを甘く見てもらったら困るんだよ。はい、どうもありがとうございます。リンガとオレージュ5個ずつですね。釣りはこれでよしっと。気をつけて持ち帰ってくださいね。エミリア様、こちらは終わりました。そちらはいかがですか？大丈夫みたい。レムってすごいのね。しゃかりきに動いててびっくりしちゃった。エミリア様がお手伝いしてくださったおかげです。とても助かってしまいました。ううん、私の方こそ。いえ、レムはそこまでは。まさか、俺の目から見てもここまでとは思わなんだ。真に看板娘が超絶美少女だとは、ここまでの力を発揮するものなのか。バカな、留守の間に店が空っぽだと。戻ってきたのか、おっちゃん。いや、見せたかったぜ、あんたにも。次から次へと嫁入りしていく果物をよ。あのカゴも、あっちの箱も空？俺が何年もかけて築いてきた店の売り上げ記録がこんな短時間で塗り替えられて。ご愁傷様？それともお喜び申し上げます？あ、戻ってきたのね、店主さん。どう？お役に立てたかしら？お帰りなさいませ。なんとか店番の役割は果たせたかと。これで大丈夫か、いささか不安ですが。おお、オーバーキル。いや、いいんだ。ジョーちゃんたちはしっかり仕事を果たしてくれたんだからな。自信なくしちまうね。まあ、気落ちすんなよ、おっちゃん。そんな怖い顔しないでさ。怖い顔は余計だろうげ。待ち人はあっちの路地の奥だ。あんまり待たせてやんじゃねえよ。
助かった。恩に着るよ。大変お世話になりました。主ともども感謝しております。それじゃごめんなさい、いろいろありがとう。ああ行ってこい行ってこい。それとそっちの銀髪のお姉ちゃん。はい。前にうちの娘が世話になったな。あれ以来迷子にならなくなったよ。ねえ、よかった。エミリアタン、最後に何か言われてなかった？そうね、言われたけど大丈夫。それはすごく嬉しいことだったから。そう、ならいいんだけどさ。さて、それならこっちは。スバル君、あちらに。ようやく来おったか。あまり年寄りに時間を無駄遣いさせるでない。おうおう、悪かった悪かった。あ、けど巨人族って寿命も長いんじゃないの？ロムジーって今年で何歳なんだ？あいにくと100から先はいちいち数えておらんわい。それでも100までは数えてたんだな。それはそれで結構律儀な気がする。その点ロムジーは真面目だな。やめやめ、そんなことでおだてられても大して嬉しくもないわい。それよりも今日は連れが多いようじゃな。先日の往生以来ですね。そっちの嬢ちゃんとはそうじゃな。じゃが向こうのエルフとは。お久しぶり。あんまりなんて言ったらいいか。ああそうか、エミリアタンとロムジーって意識のある状態の印象ってあんまりか。複雑な間柄だ。ああロムジー、エミリアタンだが。そう心配せんでもフェルトから聞いておる。あの日わしの治療をしてくれたそうじゃな。そうなの。あの後頭とか痛くならなかった？大丈夫ならいいんだけど。なるほどな。どうやらお前さん危機心に勝るお人よしっぷりのようじゃ。え、お人よし？そんな初めて言われた。自覚ねえんだ。エミリアタンはだいぶお人よしだよ。それもエミリア様の美徳ですから。大精霊様の教育の賜物ですね。まさにそうだね。リアがいい子に育ってくれて、僕も親代わりとして鼻が高いよ。その点に関してはお前の育成力には文句がない。やれやれ、精霊に銀髪のハーフエルフ。あの日の小僧とそこに鬼族の娘まで加えて、一体わしに何をさせるつもりじゃ。あれ、レムが鬼族って言ったっけ。まあそれはいいか。実は来てもらった理由なんだが、ロムジーに聞きたいことがあってよ。ほら、老人の知恵袋ってやつ。あんまりいい意味に聞こえんが、お前さんらにはフェルトの居所を教えてもらった借りがある。わしで答えられることならできるだけ力になるとは言っておこう。助かる。それで本題なんだが、ロムジー、ファラダールって名前に聞き覚えは？
ファラダールじゃと。その反応知ってるの？昨日聞いてみたらロズワールでも知らなかったのに。ロズワール、ああメイザースの血族じゃな。なるほど、ジョーちゃんたちはあれの関係者。ロム様。いやいい、今のは関係のない話じゃ。それとお前さんらの後ろ盾の貴族が知らんのも無理からぬ話じゃろうよ。アラダールとはここよりずっと南、隣国のボラキア帝国にある土地じゃ。いや、あったという方が正しい。過去形ってことはもうない？もう何年も前に消えてなくなった。そこで暮らしておった一族もろともに根こそぎにされたと聞いておる。その一族ってもしかしてマガンとか関係あるか？知っておるのか、ファラダールのマガン族を。マガン族。マガン族か、ずいぶんと懐かしい名前を聞いたね。パックも知ってるの？ファラダールって場所は知らないけどね、マガン族なら昔にもいたからさ。体のどこかにマガンって呼ばれる第三の目を持ってる種族なんだよ。それでカゴみたいな特別な力が使えるの。カゴのような力、それはチリオの風よけの加護のように種族全体が与えられた加護ではなく。それに近いとは思うけど、発現するマガンの力はランダムらしくて、そこがチリオとの一番の違いかな。その精霊の言う通りじゃ。中でもファラダールのマガン族は特に強い力を発現しやすい連中でな。アジン戦争の折にもその力を当てにされたもんじゃった。アジン戦争ってルグニカで昔あった大きな内戦よね。ロムジーも内戦の経験者なのか。まあわしは臆病もんじゃからな、後ろでこそこそと逃げ回っておっただけじゃ。しかしファラダールとはな。小僧、なぜそんな名前を口にした？信じてもらえるか怪しいけど、マガン族って種族の存在は知らなかった。ただアジン関係の話を聞ける相手ってのがロムジー以外に思いつかなかっただけだよ。ロムジーはオート暮らしも長そうだし、果物屋のおっちゃんとの縁もあったから顔が広いんじゃないかと思ってさ。そしたら大当たりってわけだね。そんな景気のいい話じゃなかったけどな。そうよね、そのファラダールって場所はもう誰もいなくなっちゃったんでしょ？こう言ってはなんですが、絶対数の少ない種族というものは様々な理由で存亡の危機を迎えるものです。鬼族だってレムと姉様がいた村は滅ぼされ、他の鬼族が生き残っているのかどうか。そんな風に言わないの。それを言ったらハーフエルフだって。エミリアタン、エミリアタン、絶滅危惧種争いが目的じゃないから。ロム様、仮に、そう、仮の話じゃが、もしもファラダールの話に続きがあるなら、お前さんは興味があるか？ファラダールの続き？おいおい、それってどういう意味だよ。あくまで噂に過ぎんがな。ファラダールが滅ぼされたのは事実じゃが、マガン族は根絶やしにされたわけではない。マガン族はどこぞへ連れ去られ、その身に宿したマガンの力を利用されておる。
と、そんな話があったんじゃよ。その連れ去られた人たちってどれぐらいいたの？言ったじゃろう、噂じゃと。じゃが、マガン族の異能は貴重な代物よ。それを余さず回収するなら、ファラダールにあったマガン族の集落、その規模なら100人程度はおったろうな。100人？100人も連れ去られてる。だとしたら、ロムジー、確認したい。俺の貸しはどこまで無理が言える？その前置きをされると思わず撤回したくなるのが本音じゃな。フェルトのやつは、それこそあれが物心つく前からの中でな、勝手に孫のように思っておる。その孫と知らずに引き離されるところをお前さんが引き止めてくれたんじゃ。わしの感謝は言葉では言い表せん。そうか、なら先に謝っておく。俺は今から老人の弱みにつけ込むぜ。それすごく人聞き悪い。でもスバル君は本気です。その証拠にとても素敵な笑顔ですから。生き生きしてるのは確かだね。今からお年寄りの弱みにつけ込むのに、オレオレ詐欺の犯人ってこんな感じかな。それこそ人聞きが悪いだろう。チャチャを入れんな、チャチャを。前置きはともかく、結構無茶な話をさせてもらう。言うだけ言ってみ、聞くだけ聞いてやるわい。さっきの噂話、本当なのかどうか確かめてほしい。ファラダールのその後か。ついでに言えば、生き残りがいるならそれがどこに連れ去られたか、そこまでわかると最高だ。随分と無茶を言いよる。わしにそこまでできると思うのか？正直そこはわからねえよ。できると思います。レム、急にどうしたの？いえ、エミリア様、レムも確信が持てなかったのですが、思い出しました。ロム様は以前、レムと姉様の村にも来たことが。村長様と話されていましたね。やはりあの時の娘っ子か。あの後の話は聞いた。お前さんたちは？レムと姉様は無事です。レムにはそれで十分ですので。うん。そしてロム様はあの隠れ里へ足を運べるくらい顔の広い方と存じます。それでしたら。わかったわかった、それ以上もう言わずとも良いわ。それならやってくれるの？借りは借りじゃ。それを返すのはわしらの流儀。古い友人と関係のある娘もおるしな。そう言ってくれると助かる。いや、マジで恩に着るぜ。まだ結果が出たわけではないぞ。わしとて久しぶりにつてをたどる必要がある。まったく面倒ごとじゃわい。まあそう言うなよ。案外
これもフェルトのために役立つかもしれないんだぜ。ほう。ね、エミリアタン。え、そうね。だから頑張りましょう。みんなが幸せになるために。いやあ、やスバル君、話し合いは順調に進んだかな。なあ、ぼちぼちうまくいった。ロズッチの方こそ、その顔見ると。もちろん役目は果たしたと思う。友人にも手伝ってもらってね。手伝ったとは控えめな表現だ。ほとんど全てを手配したのは私のはずだが、君の中ではどうなっているのかな。よもや君にとって友人とは牛馬のごとく好きにこき使える相手のことを指すのではあるまいね。おやおや、これは手厳しい。おっと、紹介が遅れてしまったね。彼は私の古い友人のラッセルさん。おや、スバルも知ってる人なの？え、あー、ほら、あれだよ、有名人だから。まさか私のような者の顔をご存知とは。大変光栄ですよ、夏希スバル殿。ラッセル様もスバル君をご存知なんですね。無論です。王都で商う者にとって王城で話されていることは注目の的。それは関係者も例外ではない。ましてや夏希殿は主不在の間も王選候補者との折衝を続けてこの盤上の構築に尽力されたと聞きます。エミリア様と合わせ、今王都で最も注目すべき人材ですよ。そんな高評価もらってんの？言っとくけど、そこまで大人物じゃ。いえ、当然の評価です。レムはとても鼻が高いですよ。私もすごく納得。スバル、頑張ってくれてたもんね。そりゃ頑張ってはいたけども。と、そんなスバル君ビーキのラッセルがいたおかげで調整は無事に済んだわけ。いやいや、持つべきは有能な友人と将来有望な使用人の子だね。私は王都の商人組合の代表の立場でして、いろいろと細々した問題の調整役なのですが、そこを悪い魔法使いに目をつけられまして。皆様もどうぞ長く付き合うつもりなら、悪い魔法使いの原稿には要注意よ。時には上から強く叩いた方がいい。ええ、分かったわ。その言葉ちゃんと覚えておくわね。なんと威勢のいい返事。悪い魔法使いとしては戦々恐々ですね。悪い魔法使い？ロズワールのこと？どうして？おっと、これは EMT、 ロズワール選手の意表をきれいにつきましたね。ロズワールは割と偽薬的だからね。案外素直な反応に弱いんじゃないかな。やれやれ、こうなっては型なしだ。さっさ、長話もなんですから、そろそろ本題へと入りましょう。うまく逃げたものだ。とはいえ、ロズワールの言葉も確かです。すでに皆様中でお持ちですので。ああ、それにしても本当にありがとうございます。ラッセルさん、すげえ大変だったでしょう。いえいえ、大丈夫ですよ。もちろんこちらとしても相応の見返りがあると期待しての投資です。どうぞ今後の応戦でご活躍ください、エミリア様。それに夏希殿も。頑張ります。緊張してきた。もう、なん
でスバルが緊張するのよ。いやー、そりゃそうなんだけど、我ながら大胆なことしたなって。そこがスバル君の素敵なところです。そうかな。ほら、もう開けるわよ。せーの。あー、ちょ待って、心の準備か。お、ようやく来やがった。ずいぶんとゆっくりやったやないの。